れちょっときつい。ちょうどいい。選んでまーす。コーヒー。サイズいかがですか？こっちの方がちょうどいいですか？うん。じゃあユースユースケとかユッピーと一緒ですね。こっちちょっと大きいでしょ。ちょっと大きい、うん。かっこいいよね。確かに。なんか昔のタイプライター。うんうん、もう一回ひねったタイプライターみたいな。打ったことないけど。あ、すごいなんか打ち心地があります、ね。自然なこのアクション位置で57度ですね、角度が付けられておりますので、大変打ちやすい、上が下がりにくいマウスとなっております。こちらのマウス大変軽いマウスになっておりまして、また一面のソールパッドも全周囲に付けられておりまして、やりすぎない力で大変快適に使っていただけるマウスです。こういうキーボードが変えるようになりたい。やりすぎない力で動くというところを実際に見ていただきたい。ゆっぴまめなのゆっぴです。今日はダンボール取れたんで開けていきたいと思います。じゃじゃーん、セオンキーボード、やった。ヨドバシカメラの通販で買いました。これ買うためにですね、2日連続で秋葉原に行ってですね、ヨドバシカメラさんで実物を一生懸命叩いてみたんですけど、最初1日目行った時はよく分からなくて疲れて帰ってきちゃったんですけど、2日目行った時にはもう店員さんに聞いてですね、どれがいいですかねって聞いて、予算納めでって言ったら、じゃあ有線でどうですかねってなって、これを見つけることができました。じゃあフルキーボードタイプってやつですね。こっちが新しいキーボードです。センターを押してます。で、今まで使っていたキーボードです。この違いわかりますか？古い方です。静音キーボードです。気になる人は、商品のリンクを動画下の概要欄にリンク貼っておくので覗いてみてください。最後までご視聴ありがとうございました。このチャンネルが良かったと思ったら、チャンネル登録よろしくお願いします。じゃあこの辺でバイバーイ。見てください、ヘビが超でけえっす。2匹もいます。すっげえでけえっす。いや、1匹は泳ぎ始めました。